月の形のその中を終わったんですよ。大丈夫です。今年は2016年猿年でございます。皆さんがますます元気で活躍できますように。恋は滝を登って竜となる。はい、ありがとうございました。先ほどお猿さんは5歳だと申しました。聞いてください。このお猿さん実は昨日が5歳のお誕生日だったんでございます。去年お世話になりましたある老人ホームの掃除のおじさんがね、このケンシロウ国といって手作りのプレゼント、昨日の午前中届いたばっかりでございます。これ皆さん何だか分かりますか。お猿さん用の竹馬なんですけど、これ竹じゃないんです。オールアルミ製、えらい高かったのな思って気になってね、よく見ると下の方に英語で書いてあるんです。皆さん遠いから見えないと思うんで私が読んでみましょう。メイドインダイソーって書いてあります。僕の方ですね。あ、昨日昼から一生懸命練習しました。このケンちゃんほんのちょっとですけど竹馬に乗るようになったんです。これがまた可愛いんです。ご覧いただきましょう。ケンちゃん乗ってください。はい、ありがとうございました。どうしたんですか皆さん、歩くと思ったんでしょ。これね、昨日もらったばっかりなんです。お猿さんは竹馬に乗って歩こう思ったら早くて1年、遅い子は3年5年かかるんです。でも私も大道芸人、今さら引っ込めるわけにはいきません。今からケンちゃんに竹馬に乗って歩くの挑戦してもらいます。お願い。